これでも社長来て言ったらダメですよ。社長来て言ったらいかんよね。ダメですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日その居酒屋も今日もうちょっと貸してくれる話になったんで、始まる前にね、はい、うちのナンバーツお俺と、12年一緒に、相方女房みたいな、マネージャーですよ、もう店長の上にちょっと待ち合わせかけて、今流行りの闇営業、旬ですね、直接やろうと。マジっすか。もう会社倒産だって安くなるでしょって、はい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 、あんたもいいや儲かるなって言って、はい、行った場合に、まあ俺そいつ絶対落ちないと思うんだけど、うん、それを落とせるかどうかみたいな。おーすごい。まあお金では落ちないから、あいつは、そのハートに響くぐらいね、あいつが会社倒産にやりましょうかって言って、まあ俺を裏切ったら、まあこれ放送されるけど彼はいなくなるね、会社から。ぐらいの仕掛けだけど、はい、だから中途半端にちょっと営業はまずいなって、この時は。ああ、なるほど。あいつはもう俺絶対落ちないと思うから、はい。まあやれる。なるほど。そう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 。もう普通のクラスだったら、万が一落ちた場合、これでしょ。そうですよね。っていうことで、お、まあじゃあちょっとお店行きましょうか。はい。ニンニン。京子ちゃん聞こえますか。はい。じゃあ行きましょうか。いらっしゃいませ。入ってね。今日は待ち合わせです。あ、そうですね、6時に待ち合わせしてるんですけど。あ、小林くんと、はい、あ、まだちょっと来てないし、ちょっと営業時間内外なんですけど。あ、いいです、いいです、もう座って待っとくさ、そうそう、いいです、いいです、うん、いいですよ。来たね、来たね、来たね、来ましたね。何飲みます？ウーロン茶で。ウーロン茶です、はい、わかりました。いいえ。6時待ち合わせで。あ、そうなんですか。はい、じゃあ、はい、どうぞ。え、何のお仕事されてるんです？塗装屋ですね。あ、塗装屋なんだ。あ、そうなんだ。あの、じゃあさ、私家が今もう築20年なんだね。それを、はいはいはい、それって塗ったりとかしてもらえるんだよね。そうですね、戸建てが僕ら得意で。あ、そうなんだ。ちょっと何でもできるんで。そう、ちょっと話聞いてもらっていいよ、お兄さん。ちょっとちょっと、そっち行くね。こっち行くんですか。はい、ちょっと話聞いてもらっていい？築20年なんだけど、はい、え、それいくらぐらいかかるの？20年ってどれぐらいですかね。大きさによってちょっと変わってくるんですけど、まあ、大体坪、大体30坪、そうそう、そんなもん、30ちょっとかな、それ2階建てなんだけど。2階建てですか、ね、はい。まあ外壁だけだとどうですかね。まあその、まあ、塗料もいろいろあるので。真面目に話してるんだよ。いずれは、いずれは、あの、2世帯にしたいんだけど、とりあえずはまず塗りたいの。ちょっと見た目がボロボロで変だから、とりあえず塗っとかなきゃと思うから。でも安くしたいほしいの。多分、まあ、安くはできると思うんですけど。いや、ここだけの話、何個人的にできたりする？ちょっとできないですね。個人的にできたりとかお兄さんできないの？いや、僕お兄さんなんか上の人、そうじゃん。いやいや、上の、そうそうじゃん。いやいやいや、上の小林くんと待ち合わせってことは。いやいやいや、いや、呼び出されたのね。いや、安く説教なのね。説教の前にさ、ちょっとここだけならし、ママもいないことだし、いない、ママもいないことだし、社長も来る前に、はい、安くさ、個人的にできないの？まあ、これね、落ちたね、やばいですね。個人的にっていうよりも、うち逆に会社通した方が逆に安いと思います。いや、もう会社倒産でいい。小林君とかお父さんでもいいから。めんどくさいし、もうお兄さんイケメンだから、もうそれでやりたいから。いやいや、もうあともう浮いたお金はもうこうしとこう。もう入れちゃおう。入れちゃおう。それまずいっすよ。まずいの？入れちゃっとけばいいじゃん。入れたらやばいっすよ。やばいの？バレたらダメ。バレたらクビになっちゃう。小林くん怖い？怖いの？
え、でもどのぶっちゃけいくらぐらいになるの？まあ、でもどうですかね、まあ、グレードとかにもよるんで、うん、あれですけど本当に、まあ、塗料も人気なんで、あ、そう、本当に色だけ塗るんだったら、うん、まあ、安くできますし、もう塗るだけでいい、考えてほしい、塗るだけ塗るだけ、まだ塗るだけでも本当に足場組んでとかやると、まあ、大体、まあ、最低でも 5,60 は絶対かかってきちゃうんで、もう会社に内緒にその足場組んだりとかできんの？もうお兄さんの権限でできんの？権限でできんの？やっちゃって、やっちゃえんの？それ。まあできないこともないですけど、まあ後々逆に何かあった。いいじゃん、もう大丈夫大丈夫、分からへん。そのお金、浮いたお金でどっか遊びに行けれるじゃん、彼女と。彼女とちょっと、まあ、確かにそれ嬉しいですけど。でしょう、彼女ちょっと1週間ぐらいハワイ行ってこれるよ。でも結局でも。いろいろそのアフター面とか保証とか考えるとやっぱきちっと、まあ、うちも決して高くないんで、うん、しっかりした施工をして、素晴らしい、まあ、手数料はお値打ちにやってるんで、あ、そうなんだ。じゃあ個人的に僕がやって、うん、まあ、ちょっとポッポして、うん、ポッポね、ポッポして、うん、まあ僕は嬉しいかもしれないですけど、うんうん、まあ、でもよくよくのこと考えたら会社通して、うん、まあ、きちっと、まあ、きちっとした職人さんにやってもらって、うん、やった方が、もう僕は職人じゃないので、僕は塗れないですし。あ、そういうことね。闇営業でいいじゃん、闇営業でいいじゃん。今、つもりも、うん、だってさ、今さ、闇営業とかあるじゃん。もう裏闇とかあるじゃん、もうお金さ、裏でこうできるようにさ、確かに、もうそんな分からへんじゃん、今、旬の闇営業なんて。取れないですかね、あれって。だから今ここでやったらさ、分からんことない？みんなやってる、みんなやってるって、みんな、お客さんみんなやってるよって。いや、みんなやってるって。ちょっとお茶いただけばいいですか？喉乾いちゃった喉乾いちゃったっ、そんなみんなやってるって。そんなうまいことやれば、それだけよ。すごいですね、さすがだろ、さすが。僕の信用もなくなっちゃうんで。じゃあ、うん、僕に頼んでも、多分会社に頼んでも逆に僕に頼んだら多分高くなるんです。逆に、え、なんで？だって僕のね、名前だけでみんなじゃ安くしてるわっていう人なんかいないですし。何、トップ3です。トップ3、トップ4、トップ2でしょ。下から3番目。それでも大丈夫。ちょっと安く、でも大丈夫です。うち当初も安くするんで大丈夫です。マジで？マジで？でもそのじゃあ通したら通して浮いたお金をっていうのはできるの？浮いたお金どういうことですか？そのじゃあ100万でやりました、それを70万ぐらいにしてとかいう、そういうのはできるの？浮いたお金を、まあ、仮に100万円で出します、うん、それを70万円にするんですか、うんうん、その浮いた30万円どうするんですか？その30万円をどうする？半分あげる、半分あげるけど、半分あげるから、うん、半分あげるから僕ですか？そうそっちですか？そう、そっち、もうそっち、そっち、うん、もう会社小林くんいいから通さなくても。うるさいんで。うるさいで、本当にうるさいで、あの社長ね、うるさいで。もうお兄、大丈夫、聞いてないって。いやいや、もうお兄さんのイケメンを通して、その営業で、営業トークで行って、そうやってやらなくても、それぐらいの価格でやってるんで、うち。でもそういう人いない？そうやって言われる人。いますよ。もう会社通さないで個人的にやってっていう人いるでしょう。いますし、まあ、この業界の営業マンとかでも、うん、まあ、やったら、さてやってる人いるでしょう。僕も聞きます。でしょう。ただ、まあ、僕はもうその目先のお金よりも。何？うん、目先のお金よりも？いや、それは信用ですよね。信用なのね。ね、社長の信用もあるし。会社の信用もあるし、そんなの私関係ない。私そんなん関係ない。僕関係ないですよ、僕は。私関係ない。私関係ない。それと同じ金額だったら関係ないですよね。うん、うん、それは約束します、僕が。本当に何なびかないね。その分、もういいじゃない、やめえよ、やって。僕に50万円でお願いするじゃないですか、うん、で、仮に会社通して50万円でお願いするじゃないですか、同じ金額で、うん、僕に通したら保証何もないですよ。だけど会社に通したら、あ、そういうことね。何年かの保証もすごいですね。でも、絶対やるけど。でも、お兄さんがイケメンだから、それでやってほしいの。いもう安く、とにかくやってほしいから。大体だそういうの通してやると高くなるっていう、プラスいくらかっていう感じが。大丈夫です。
なんかどこでもそういう感じが怖いのよね、こっちの一般的な主婦からすると。僕は確認するんで大丈夫です。マジで本当に何なびかないわね何すごいなびかないわね。もうそろそろ行きますか。すごい、すごい、なびかない、うん、本当。でももうお値打ちなんで、通常がお値打ちなんでしょ。通常がだからそれ以上さらに安くしてっていう、お兄さんの顔と権力と力で安くしてって、個人的にって、今誰もいないしって。わかりました。これでも社長来て言ったらダメですよ。社長来て言ったらいかんよね。ダメですよ。黙っとかんというか、これ闇営業になっちゃう。ダメです。いや闇じゃないですけど、うん、まあこれは内緒で僕が自分で報告するんで。あ、そういうことね。そういうことね。分かりました。分かりました。そう、正当に行くのはね。そっちの方が、まあ、後々お客さんもね。じゃあ結局何で、あの闇営業じゃなくて会社を通さないといけないってこと。そうですね。うん、の方がメリットが大きいと思います。あ、そういう風になるんだ。やっぱし後々のその保証もなくなるしって。僕の身内でも、うん、僕個人でやっぱ受けないです。でもじゃあなんで闇営業とかみんなするの。みんななんで個人的にやるの。目先のお金じゃないですかね。いや目先のお金欲しいでしょう。欲しいです。欲しいでしょう。落ちた。欲しいでしょう。落ちた。あれ？まあ僕それやったら、もう自分が会社にいないですね。あ、そうなの？すいません。行きますね。行きますね。でもそんだけのメリットがあるってこと？メリットはあると思います。まあ僕にも。あ、そう。個人に受けてるメリットないですよね。内緒。そうしたらできるのにな。そうなんだ。じゃあこうやって濡れない、もう個人的に濡れないってことね。僕営業とか現場調査も行かないで、うん、ああそうなんだ。あ、お疲れです。え？どうするしょう。ドッキリじゃないですか。闇営業で。いや、なんかブーブー来るなと思った。ビール10杯でって。ビール10杯で。おー、びっくりした。だけどなびかなかった。しかも6時やってないからなんか来てそうやって言ってましたね。あ、それカメラ設置したのかな。あそこもう一つもう一つあそこ誰もいないし、まあ、ね、まあ、仕事をやってない。大成功。キョロキョロしたね。住んでないから社長いませんかって言ったもん。また見てね。